はい、どうも。ダイヤのエース以外で何かおすすめのアニメがあれば教えてください。ミストです。はい、本日はですね、パジャマ合わせ母体確保チャレンジということでですね、パジャマ引けるまで終われません。やっていきたいと思います。まあ、前回ね、ガチャ100連したんですけども、SR 母体すら引けなかったということでですね、まあ、この動画で何としても最低 SR は引きたいなというふうに思っております。で、まあ、どんなに SR、PSR 引けなくても、この動画では100連までとさせていただきたいと思います。まあ、それは是が非でも避けたいんですけども、もし100連で引けなかったら、次回に持ち越しという形を取らせていただきます。でですね、この110連目以降、ようやくピックアップがかかりまして、パジャマ合わせが大アップ、そして明神社長がショーアップと、いう形になります。で、気になる出現割合なんですけども、ここですね。はい、出現率大アップキャラが 23.2%、 ショーアップキャラが 15.47% となっております。 PSR、SR それぞれですね。なので、まあ虹玉が出れば約 40% の確率でバナナのキャラクターということでですね、はい、勝負していきたいと思います。まあ、ちょうどね、私、明神、そしてパジャマ、社長と、PSR50 ではない上に、まあ、社長は PSR 母体を持っていない。まあ、アースはもちろんのこと持ってないということでですね、まあ、追いガチャする最低条件は整ってるのかなというふうに思っておりますので、アースの母体、頑張って狙っていきたいと思います。でですね、今回のガチャでは、一つの企画といたしまして、あえて、ポンデリングを祈る。うん。あえて、ポンデリングを熱望するというね。はい。実況を撮らさせていただきたいと思います。まあ、これはですね、先日、私の動画に出てくださった、サクさんがね、配信でよくやっていることなんですけども、もう、あえてもう、SR 演出が出たらがっかりする。もう、ポンデリングだけを望んで、ガチャをね、引いていけたらいいかなと思っております。まあ、ある意味新鮮な実況になるのではないでしょうか。では、早速、最大100連やっていきたいと思います。行こう。さあ、ポンで来い。頼む。あー、もうこれはダメですね。魔界時点でもアウトですね。いやー、悔しい。3枚もいらないよな、本当に。あー、再起。オッケーオッケーオッケー。さあ、オクタビアもオッケーですね。50かぶり。さあ、ラスト1枚は、再起ということでですね。もういつの時代のガチなんだろうかなというところで、もうこれはもう実質ポンデリングですね。オール50なので。はい。これはもう大勝利かなと思っております。では、120連目ですね。回りたいと思います。頼む、ポンで来い。お願いします。この後赤背景はいりませんよ。よし、ポンデリング来ました。オッケーオッケーオッケー。さあ、PR ジャベリン、社長、エプレミ、王子木村、おっと、フランケンの PR が暗転ということで、おお、まさかの事態ですね。はい。まあまあ、ポンで出たんで勝ちでしょう。では、130連目、参りたいと思います。ガチャル!さあ、頼む。引き続き、ポンデリングでお願いします。来い!あー、もうこれはもうダメ。赤背景なんで、虹が出ちゃいますね。はい、2番目です。同栄ですね。はい、50なんで、実質、ポンデリングでございます。いや、いい調子ですね。岸田も、うん、まあ、岸田くらいかな。嬉しいところで言うと。はい。いや、いいっすね。ポンデリングがついて、いい感じでございます。では、40連目、140連目、いきたいと思います。来い。さあ、ポンで来い。ポンでリンだよ。ポンで以外望んでません。よし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 。いい感じですね。さあ、これが見たい光景。これが、私が待ち望んでた風景でございます。さあ、ミスドにかけ、夜日も近いのではないでしょうか。150連目ですね。いきたいと思います。ガチャル!さあ、
オッケー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 、いい感じでポン出ております。いいっすね、順調でございます。はい、コリス、金髪のキャラが多いですね。さあ合わせが続いていくという感じですね。はい、やばいな、これ何連したか忘れちゃう。160連目かな、次160連目いきたいと思います。ガチャル。さあまたしてもググ演出、赤背景はいりません。よし、いいっすね、順調っすね、順調にポンデリングが積み重なっております。いやー、これがねやっぱねガチャの醍醐味ですよね。パワープロといえばポンデリングということで、今4連続くらい出てんじゃないかな。ちょっと、あ、いや違うな、あーもう覚えてないや170連目かな、いきたいと思います。ガチャル。さあ濃いポンデリング、ポンデしかいらない、いいっすね、ポンデリングがついていく。やばい、継続、おっと、いらないのが来てしまいましたね。虹玉が混ざってしまった。ここで来たか終了したな。なるほどね、170連目でパジャマ合わせの SR 引くことができました。いや、まさかポンデリング演出を願ってポンデリングだと思いきや虹玉が混ざってねちょ、動揺してカミカミなんですけど、虹玉が混ざって出るとは思いませんでした。はい、ということで、はい、もう一枚見ていきましょうか。さあラスト一枚は木村美香ということで、まあ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 悪くはないですね。なんか腑に落ちない結果で終わっちゃったな。どうしようかな。170連でしょ。SR1 枚か。まあ、45にはできそうではあるんですけども。そうだな。迷うな。一応、目標は達成したんですけども、SR 母体ですので、まあ、追加30連しようかな。はい、100連ということでね。はい。まあ、PSR 包帯出たら即終了でよかったんですけども。いっちゃいますか。はい。企画続行。さあ、ポンデリング来い！頼む！ポンデリーよ。よし、じゃないんだよ。よし、じゃないんだよ、この演出は。残念ですね。さあ、6番目ということで。もう、ポンデじゃなきゃね、全然見てて楽しくないっすね。おー、社長ね。まあ、社長はポンデではないかな。はい。社長めっちゃ出たな。さあ、180連目かな。引きたいと思います。はい、ガチャル。まあね、ポンデを望んでることによってね、虹玉がね、出てませんからね。はい。いい感じ。虹玉じゃないや。虹演出が出てないですね。さあ、まあ、ポンデはもう積み重なってるんじゃないですか、かなり。うん、いい感じ。はい、ではラストですね、200連目となります。行かせていただきます。はい、ガチャル、ポンデ来い、ポンデ来い、頼む。あー、閉まんないっすね。閉まらなかったっすね、最後は。さあ2番目、あ、縦橋ね。これはまあポンデでいいでしょう。はい、ということでですね、まあ、100連して、追加100連して、まあ、パジャマ合わせは1枚だけだったという感じですね。まあ、45は作れそうではあるんですけども、いや、どうだろうな。ちょっと、まあ、解放やっていきましょうか。パパパッと。R をね、ひたすら混ぜていきます。はい、OK。はい、ダメ。はい、ダメ。もうここはね、1枚掛けでガンガン攻めていきます。はい、OK。はい、ダメ。
これはまあ私流の解放の仕方ですね。はい、OK。まあ皆さんもね、一気に混ぜる派と、このようにちょいちょいと混ぜていく派で分かれると思うんですけども、皆さんはどちらの方が多いでしょうか。さあ、プラゴできました。どうしようかな。こっちにいるんですよ。PR がいっぱい。解放によってはちょっと行かないかな。うん。あ、でもまあ、行きそうだね。で、残った R は、通常バージョンで、解放していきましょう。はい、ダメ。はい、1。中途半端に終わるか、これは。おお、ナイスに。まあ、だったら、ここ3枚いっちゃっていいですね。オッケー。まあこれは、まあこれは高確率で45にはなりそうですね。ということでですね、混ぜていきたいと思います。どこだ、いました。はいはい。まあ3枚いっちゃおうか。まあ余った分の合わせは、まあこれ以上追いガチャするかはわかんないですけどね。さあ、まあ、サクッと行っちゃってください。終わっちゃいますか？あ、終わんないっすね。一番悩むな、これ。どうしよっかな。直掛け、PR プラゴ温存っていう手もあるんですよね。この、じゃあ、パジャマの方で解放しなかったら、プラゴのやつ混ぜようかな。さあ、どうでしょう。しない。ワンモアパジャマ。オッケー。まあ、無事、目標は達成したということでですね。まあ、いかがだったでしょうか。あえてね、ポンデを狙うというガチャ動画やってみたんですけど、ちょっと、実況難しかったっすね。なんか、普段慣れてないことをやったので。まあでも、黄色玉演出からね、ポンデ演出からパジャマアースを射抜くっていう、まあ、オチとしてはいい動画が撮れたんじゃないかななんて思っております。はい。まあ、これ以上の追いガチャはちょっとないかな。まあ、正直選択ガチャ券まで取れれば満足できる内容だと思ってますので、まあ、ガチャ引くべきかどうかっていうのは、まあ、この後、この後出しますけども、ちょうど PN がいないんだよな。なんか、いらんのいないかな。なんか、この火事でいいや。はい。まあ、無課金、美課金向けの動画は、この後出しますけども、まあ、個人的に今言えることは、90レベルまでは引いた方がいいんじゃないかなという。ことですかね。まあ、追いガチャは絶対にしなくていいと思います。はい。あわよくばっていう心があると、ろくなことにはならないと思いますんで。はい。まあ、追いガチャはこんなもんだよというところで、はい。参考にしていただければなというふうに思っております。という感じで今回の動画は終わりたいと思います。ぜひ、チャンネル登録と高評価のほどお願いいたします。では、失礼します。See you!